群馬県嬬恋村の作業場にいます。ね、紫露草、紫ですね。これね、科学的根拠は調べてませんが、私大学生の頃、高校の先生方の研究報告で、東海村の電源に行った時に紫露草が紫じゃなかった。っていうね、スライドの報告会見たの。もしかしたらね、放射能を浴びるとこれ色が変色するタイプの花なのかもしれません。一応民間の知識として知っ